こんにちは、速稼塾の久保でございます。今ね、お葬式から帰ってきたんですけどもね、まあ、我が家では出産が間近かなという時に、まあ、訃報が入ってきたものですけども、まあ、昨年もですね、その前も、まあ、なんかね、毎年どなたかが亡くなるんですよね。で、まあ、こういうふうに聞くんですよ、あと1日元気な日があったらどんなことしたい？っていうふうにね、聞く場面があったそうなんですけども、そうだなと、それを今やっとかないといけないなと思うわけなんですよね、まあ人の死によってね、教えられるものはちょっと多いなと思いながらの帰宅でございました。それでは皆さん失礼します。